前々からやりたかったことあるんですよ、うん、でそれなんぞやってたら、うん、あのアニメとかあるでしょ、うん、アニメとかで、うん出てきた、うんまあバッグとか、うん、財布とか、うんまあ、我々作れるようなものを、うんまあ、実際作ってみようということで実際作ってみようということ実際チャレンジして作ってみようぜということで、うん、で今回、うん、あの思い立ったのは、うん、こちらじゃん魔女宅魔女宅でございますよ、うん、魔女の焚き火の、うん、キキちゃんの、うん、このバッグあるでしょ、うん、これを再現しようと、うん、ぜひ再現したいということで、うん、あの作らせていただくということでこれ絵なんで、うん、ちょっとあのパッと説明しづらいんですが、うん、この丸い雰囲気出すのに、うん、絵では、うん、なんていうかな一枚の皮で丸くコロンってした感じになってるんですけど、うん、これ実際無理なんで無理ですねあの、うん、ボディやってボディが後ろに回って、うん、で横待ちんですよね、うん、でその待ちをつけてもう限りなくこれを再現しようかなでプラス、うん、あのこの魔女の人が外で嵐に煽られたり、うんうんまあ、魔女同士空中戦行われても、うんあの中の大事な荷物がこぼれないように工夫して、うんうんうん、作っていこうということで、はい、で、まあ、今回はジブリの機器のバッグを作ってみたということで、はいまあ、革職人が本気で、うんアニメや、そういうものの、うん作品を、うん、作品じゃないな出てきたバッグやろう、うん、あの本気で、再現してみたということで、うん、じゃあその中でおそらく可能だと思うので、はいまあ、作っていこうと思います、はい、それでは楽しみにどうぞ、はい今回します。あ、回してんの。全然気づかなかった。じゃあそのわけで、今日普段僕撮影するんですけど、今日高井ちゃんに、撮影お任せして、まあちょっとこういったあのサイレンスのところ追いかけていってもらおうと思います。それではやっていきまーす。回すぎるな。回します。回してる。いつも突然やで。この間あれ立ち完了しましたんで、はい、今からこの型紙のラインに沿って綺麗に裁断していきますんで。はい、これ柔らかいからちょっと伸びんねんけどこう丁寧に伸びんように気をつけながら、はい、伸びてちょっと形変わってまうんで、それちょっと腕の見せ所というところで。はい、いや、ありがとう。まあ、そんな感じで、最難関ぼちぼち以外にわざって、まあ、これフラップね。めっちゃかわいいでしょ。フラップで、で、ちょっとこれがボディ。まあ、こんな感じになるかなっていう。はい、で、2枚。で、間にこういったね、待ちつけて、ちょうど、かわいいデザインになるんじゃないかなっていう。まあ、そんな感じです。で、内装に関しては、ピークソヤで採用するんですが、まあ、その前に、中に、ね、一応ポケット、はい、ポケットを用意して、まあ、ちょっとシンプルながらにも、機能性も、考えて作っております、まあ、機器のバッグ丸々コピーというより機器のバッグを着想して作った、まあ、シンプルなバッグというニュアンスで思っていただけたらなと思います、まあ、実際に空飛ぶのに適しているように後ほどファスナーをつけていきますのでどんなに旋回していただいても大丈夫という魔女御用達のバッグになる予定でございます。めちゃめちゃ喋るやん。誰？自分はハートで伝えるタイプです。あ、だからこれでもニュアンスも英語です。ちゃんと訳しといてな。無理やで。俺のハートも伝わるように。あれ、大丈夫？なんか今集中してんの、カメラどんどん。めっちゃ重たいんすよ。どうだ、ありがとうございます。怪我する前にカメラ撮る。はい、撮ってみました。回してくれてるもん。はい。じゃあ、その間で、大丈夫。ダメ。オッケー。じゃあ、この間で、何ですか、裁断完成いたしました。なかなかね、柔らかくて、非常に上がりが楽しみですね。このショルダーも、2枚合わせて、こういうふうにね。で、中に補強材入れて、まあ、しっかり、空中でアクロバットの動きしても、荷物が落ちない、ショルダーがちぎれない、そういったものづくりを目指しております。で、形もですね、なかなか可愛いこんな、
丸っこいボディがありまして、でこれにあの写真にあるようにこのフラップつけて、あので中もこのピックレザーで、中もしっかり作って針も持たせて、しっかりバッグとして機能するように、やっていく設計でございます。で中にこんな感じにあのポケットも用意しましたので、まだあのこの今から、スキー進めていって組み立てに入っていこうと思います。まあ、でそのわけで裁断完了しましたので、今からねこのマチと、こちらのボディ、こいつをあの両端すきまして、で作っていくので、これがあのポイントになってきております。なかなか熟練した職人しかできないんですが、安心してください、僕できます。専門学生でもできるわ。何それ。まあ試し付きといって、一発目に行くとなかなか加減わからないんで、まあこんな感じでね、まあたまたま同じ変わったんで、これで試しに、テストしております。試しにテストってなんか意味一緒やね。川沿いリバーサイドみたいな感じやね。そうやな。じゃあこんな感じで突き割りまして、こちらの、ショルダー肩にかける部分なんですけど、このままじゃビヨンで伸びちゃうんで、それをさせないためにこういった補強テープ貼って、しっかり補強して伸びないように丈夫に作っていこうと思います。じゃあそのわけでゴムで塗って、こいつ貼り合わせてで塗っていってショルダー組み立てていこうと思います。こんな感じでショルダーとマチが無事完成しました。まあこんな感じですね、イメージ。でこのボディが乗ると、まあ大きさ的にはかなり満足しております。でマチがあることによってこの写真通り、まあこの写真通りこう丸く、仕上げることができるかなと
思っております。なので、次は、ボディ、どんどんやって完成させていきます。Smiles on it.